パイレーツ・オブ・ザ・カリビアン、デッドマンズ・チェストみたいな。もう当時からね、DVD を買うぐらいにはね、大好きな映画だったし、次回作にも期待していた。うん。そう、これ、完結っていうか、これ一作じゃね、終わんないんだよ、話が。1年後にあるね、ワールドエンドまで続くからさ。とりあえず、その時はね、期待込みでね、DVD も買っていた。もうね、なんだろうね。まあ、一言で言うとね、俺、デイビー・ジョーンズがね、好きなんだよね。悪役の。まあ、ちょっとタコっぽいね、うねうねとした、海の底に住むね、まあ、伝説の海賊というやつで。まあ、それがね、いいんだよな。全体的になんかね、なんかグロテスクというか、まあ、ちょっと深海の、てか海の生物とね、合体したようなね、乗組員たちの姿とか、ね、なんか気持ち悪くていいんだよね。うん。なんか今見るとね、なんか一人ね、ハンマーヘッドシャークの乗組員がいいんだけどさ、なんか割と目立つポジションにいるやつ。あいつがね、なんか、実写版のジャスティスリーグのね、ステッペンウルフにすげえ似てるなってちょっと思った。あと他にもね、まあ、デイビー・ジョーンズが操るね、クラーケン、触手。もうね、俺ね、なんだろうね、なんか、触手がさ、情け容赦なく人を殺すシーンとか、割と好きなんだよ。てか、大好きかもしれない。わけで、そういうシーンがね、多いんだよ、これ。もう、クラーケンが人を殺しまくるって。まあ、やっぱりね、パイレーツ・オブ・カリビアンはディズニー映画だからさ。まあ、そこまでね、映像とか映さないんだよ。ゴアシーンとかないの。ただ、画面外で音とかでさ、ぐしゃっとか、ゴキゴキとか、なんかそういう音とか鳴らしてさ、まあ、想像させてくれんだよね。まあそこら辺のね、なんかこう音が鳴ってる時どういう風な鳴ってるかなって想像するのもね結構好きなんだよ。だからね、まあ画面に映してないけど、なんかそういうこともなんか起きてますよっていう、なんかそれだけで結構満足感ある。そういうなんか、まあ、対策映画の割にややえぐめな感じなやつがとてもいいね。まあ、ただ一つね、エンドクレジットが終わった後にさ、映像が流れるんだけどさ、犬が、象徴になるやつ。あれね、当時も映画館で見に行った時さ、父親と見に行ったんだけどさ、あれ音食われるんかってポソってなんか親が言ってたのさ、俺もそう思ってたからさ、まあ、あれ食われるのかなっていうのがもうなんかちょっと嫌な気分だった。まあまあ犬が死ぬのは嫌なんよ。犬飼ってたから。まあ、そんな女でね、もう、まあ、とりあえずね、まず、デイビー・ジョーンズの悪役が好きだしさ、あと他にもね、前作のキャラクターだけどね、ジェームズ・ノリントンもね、だいぶ好きなんだよ。だから彼がね、再登場してくれたのはすごい嬉しかったしね。まあ、そんなこんなでね、まあ、いわゆる、デイビー・ジョーンズの心臓のね、争奪戦はね、なんか痛み分けって感じのやつがね、なんかオチとしてはいいし、さあ続きはどうなるんだろうみたいな、前半戦は終わったみたいな。まあ、正直ね、最後にね、バルボッサが出てくるのはさ、あまりにもちょっとクリフハンガーすぎないかって思っちゃった。まだこれから1年かかるやつです、この先。次の作品1年後やと。なんかさ、来週放送するドラマみたいな感じで続かれてもさ、と困っちゃうよって当時思った。もう、でもまあ、
もうなんかそこら辺のちょっとあの続くんかいっていう怒りと、あとね、あの1年後は楽しみっていうね、あの期待がね、半々ぐらいに混ざり合ってね、うん、もうまあいわゆるまあ割と心を締めてたわけ、どうなるだろうっていう。あ、本当、まあ本当だから DVD とかってもう何回も見てるからさ、あのもう好きなシーンはもう上げれば結構キリがないわけなんだけど、まあ一番好きなあのこの映画で一番好きな要素といえばって言えば、あのデイビー・ジョーンズになので、まあそこの思いを語って、デイビー・ジョーンズとクラーケン、この2つの要素がとても気に入ってました。